あの、この後、空いてますか？風邪ひくので早めに家に帰った方が。ないんです。ないって？帰る家が。七クマ、どうだった今回の長期出張は？勉強になりました。相変わらず冴えない受け答えだな。出張先に迷惑かけてないだろうな。はい、おそらく。俺の名前は佐々木拓也、冴えない25歳。仕事が特別できるわけでもできないわけでもない、至って普通のサラリーマンだ。今日飲み行こうぜ。いいねいいね。俺も帰るか。俺は踏み入った人間関係が苦手で、同僚とは業務連絡以外ほとんどコミュニケーションを取らない。今風に言うと陰キャというよりも無キャという表現が正しいかもしれない。とりあえず言えることは、俺はつまらない社会人生活を送っている。思ってたよりも強いな。彼女の頬を伝う雨は涙のように見えた。風邪ひきますよ。よかったらこれ。あなたは？俺は家が近いので平気です。それじゃあお気をつけて。ちょっと待って。え？あの、この後空いてますか？風邪ひくので早めに家に帰った方が。ないんです。ないって？帰る家が。気持ちよかった。ありがとう。それはよかった。あの後、帰る家がないと訴える彼女を放っておけず、このような状況になった。女性が家にいるなんていつぶりだろうか。おそらく大学時代に初めてできた彼女が家に来て以来だ。二時かでいいよ。二時かさん、帰る家がないって言ってたのは。家出中なんだ。家出？あ、この年でって思ったでしょ。確かに26歳にもなって家出とか意味わかんないよね。いえ、そうは思いません。逃げることは悪いことじゃないと思いますから。いや、なんでもない。てか、重苦しい話してごめんね。そうだ、この部屋着、このまま寝巻きとして使っていいの？泊まっていくんですか？そういう流れじゃないの？いや、泊まるとは思ってなかったので。そっか、残念だな。今日はホームレスか。雨の中、公園のベンチで寝るしかないね。わかりましたよ、止めますから。ありがとう。それにしても今日はいろいろあったな。というかこの状況、寝れそうにない。にじかさん、起きたのか？どういうこと？どうすればいいんだこの状況。なんだかいろいろとやばい。ありがとね、君に救われたよ。あれ、そういえばにじかさん。ありがとね、君に救われたよ。昨日のあれは何だったんだろう。大丈夫かな。あの日以降、俺の頭の中にはにじかさんがいる。家出は解決したかな？ちゃんとご飯食べられてるかな？寝床は硬くないかな？そんなことばかり考えていた。基本人に無関心な俺が人のことを考えるなんて、自分でも不思議だった。その後、彼女と会うことはなかった。退社後は毎日のようににじかさんと出会った場所に行くが、彼女の姿はなかった。もう、会えないのかな。気づけば、あれから3ヶ月が経っていた。そんなある日、やば、降るなんて聞いてないよ。風邪ひきますよ。よかったらこれ。佐々木くんの真似事。にじかさん、久しぶり。お家来る？いや、俺5分で着きますし。私もそれぐらいで着く。この前と逆パターンやりたいんだ。はあ。着いたよ。いや、家って。佐々木くんのお隣空いてたから引っ越したんだ。さ、入って入って。いや、隣だったら汚しちゃ悪いんで、自分の家で風呂入って着替えますよ。確かに。
じゃあお風呂と着替えが終わったら私の部屋に集合ね。はあ。さあどうぞ。ありがとうございます。いただきます。おいしい。でしょでしょ。料理得意なんですか。まあそうなのかな。元カジマシーンだったからね。え、どういうことですか。私バツイチなの。2ヶ月くらい前に離婚したんだ。そうなんですか。あ、今地雷女だって思ったでしょ。いや、そうは思ってないですけど。まあ実際そうなのかもしれないけどね。にじかさんは自嘲気味に笑い、自分の過去について話し始めた。にじか、高校はここに通うのよ。でも私、いい？あなたのために言ってるんだから、ちゃんと言うこと聞いて。うん、私、雨宮二次香はそこそこ裕福な家庭で育った。毎日美味しいものを食べられるし、好きなものも買える。親が道を開いてくれるから、失敗して痛い目を見ることはない。何不自由ない生活だ。でもそれが窮屈で、私にとっては不自由そのものだった。屋敷さん、これからにじかのことよろしくね。こちらこそ。もちろん結婚相手も親にとって都合のいい人しか認められない。普通の恋をしようものなら力ずくで諦めさせられた。にじか、何食べたい。え、彼は優しかった。親に決められた結婚でも、この人となら何とかやっていけるかもしれない、そう思っていた。しかし。おい、ここも掃除しとけよ。あと俺が帰ってくる5分前に料理作り終えろよ。出来たて食いてえからな。うん、所詮は計算された優しさだった。彼にとっては私と結婚するのがゴール。家では好き放題振る舞い、外では豪遊してばかり。私は家政婦のような扱いだった。お母さん、やっぱり私今の生活辛い。あなたの被害妄想よ。ヨシキさんはいい人なんだから。そうだ、それに離婚なんてしたらうちのメンツどうなるんだ。息が詰まった私は両親に相談した。強引な両親だけど、なんだかんだで私のことを考えてくれているとは思っていた。でもこの瞬間、全てがどうでもよくなった。どこか知らない場所に逃げ出したい。一人になりたい。私は初めて自分の意思で行動した。雨か、ここからどうしよう。でもまあ、あの家にいるよりはこうしてる方がずっと楽だな。雨とともに私のしがらみ全てが流れればいい。そんなことを考えながら、傘もささず大雨の中、来たこともない街を徘徊した。風邪ひきますよ。よかったらこれ。あなたは。俺は家が近いので平気です。この瞬間私は思った。多分一人になりたいわけではないんだ。こういう温かさを求めていたんだと思う。彼のような。そうだったんですか。あの日なんですぐ帰っちゃったんですか。迷惑でしょ、こんなのがずっと居座ったら。そんなことは。あの一瞬救われたから十分だったよ。でもやっぱりまた会いたくなった。俺もです。あの日からずっとにじかさんのこと考えてた。会いたかったんですから。ちゃんと食事とってました。寝床は大丈夫でした。大丈夫だよ、貯金崩してしばらくホテルで暮らしてたから。はあ、よかった。心配性なんだね。いや、俺基本的に他人に深入りしないんです。多分こうなるのはにじかさんだけだと思います。私だけ。はい、あの俺にじかさんのことが。あ、ちょっとストップ。え、佐々木くんの気持ち分かってるから。私も同じ気持ちだよ。気持ちが通じてるんだから言葉はいらないよ。そうですね、彼女の素敵な感性に俺はもっと惚れた。課長、書類ここ置いときますね。おう。なあ佐々木、
お前少し変わったか？そうですかね。それはいい方向になんでしょうか？ああ、ちゃんと生きてる。今までは死んでたのか。お疲れ様。ちょっと飲まない？うん、いいね。今までは雨の日しか会うことがなかった俺たちだったが、晴れの日も曇りの日もこうして時間を共有するようになった。そういえば私バイトしてみることにしたんだ。へえ、どこ？コンビニ。やってみたかったんだよね、バイト。じゃあ毎日通うね。やめてよ、私のポンコツっぷり見られたくないよ。彼女と会ってから俺はよく笑うようになったと思う。これまではつまらない日々に疲れ、魂を消費するような毎日だった。いつしか彼女の存在は俺の生きる目的となった。たまには外食もいいよね。私ラーメン食べたい。いいね。あれ？2時か？え？よしき。こんなとこで何してんだ？別に。彼女の反応を見てなんとなくわかった。きっと彼女を苦しめた男だ。今なら許してやってもいいぞ。どういう意味？言わなくてもわかるだろ。お前と。あの！あ？俺は二人の生活を見てきたわけじゃないので、口を挟めることはありません。ただこれだけは言えます。俺はニジカさんを泣かせるような真似はしません。あなたよりも絶対に幸せにできます。佐々木くん。へえ、言うじゃん。でもな、幸せにできるって根拠は？だから、あなたみたいにニジカさんを傷つけるようなことは。それは幸せにするとは結びつかないんじゃないか？傷つけないっていうのは確かにいい。マイナスにはならないな。でもそれだけに過ぎない。お前はニジカに何かを与えられる人間なのか？それは。見たところ、負け犬サラリーマンのようだが、お金は？地位は？子供ができたらどうする？何も持ってない奴が女を幸せにするなんて、あまりにも傲慢じゃないか？それに聞いたところ、ニジカ、家を出たらしいな。お前みたいな奴とくっついたらニジカの両親はどう思うだろうな。多分一生家に戻れないぞ。長い目で見て、お前はニジカを幸せにするどころか、不幸にしてると思うが？情けないが全く言い返せなかった。腹が立つが、彼の言っていることは正論だ。きっと俺は、彼女に必要とされていると感じ、うぬぼれていた。やっぱり俺なんか。私は今幸せよ。え？お前俺の話聞いてたか？うん。一言一句すべて。あなたの物差しで私の幸せを勝手に測らないで。佐々木くんと何の目的もなく散歩したり、コンビニの安いビールで乾杯したり、それが今の私にとっての幸せ。にじかさん。俺だったら散歩は外車でドライブになるな。コンビニのビールは高級ワインになる。そっちの方がどう考えても幸せだろ。だからあなたの価値観を押し付けないでよ。裕福な生活を知らずに今の生活が幸せって断言してるわけじゃないから。あなたと見る夜景より佐々木くんと見る何でもない公園の方が綺麗なの。家柄ばかり気にする両親と食べる高級中華より佐々木くんと行く小さなラーメン屋の方が美味しいの。あなたや両親といるよりも佐々木くんといる方が100万倍幸せなの。ああそうかよ、後悔するぞ。ご心配なく、彼が私を幸せにしてくれるから。ち、勝手にしろ。にじかさん、はあ、怖かった。でもすっきりした。え？いや、生まれて26年、鬱憤を 100% 吐き出したの初めてだから。気持ちいいものね。佐々木くんに出会わなかったらこんな体験することはなかったんだろうな。俺。ストップ。よしきに変なこと吹き込まれて少し不安なんでしょ。何でもお見通しか。さっき言ったじゃない、佐々木くんとの毎日が幸せだって。うん。はあ、いくら気持ちが通じててもやっぱりこの言葉は言うべきか。大好きだよ、今もこれからも。俺は何も持っていない平凡な人間だ。でもここに誓う、どんなに格好悪くても死に物狂いでこの笑顔を守ろう。大雨が降ったら彼女の傘になる。この先ずっと永遠に。やっと雨上がったね。もう靴がぐしょぐしょだ。
私も。雨って最悪だ。濡れるしジメジメするし。でも、にじかさんに会ってから雨が好きになったよ。あの日の大雨が、俺と彼女を繋いでくれたから。それにほら。うわぁ、綺麗。目の前の光景は、隣で微笑む彼女を鏡に映したような美しさだった。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。